よいしょちょ、やり直し。はい、ということでね、はい、ご無沙汰してますけれども、いやーもう夏休み終わるということでね、ちょっとこの過去の動画を見返すっていうのはね、辛いことですよね、本当にね。グランクラスにね、乗ったということで、まぁちょっとその乗車機ですね。結論から言います。高校生は乗るべきではないですね。うん。はい、大発見。まあちょっと事情があってね、今回乗ったんですけれどもね、あんまりちょっと詳しくは話さないんですけれど、やっぱりお金を払って、それは乗れますけど、やってはいいことでやってはいけないことがあると思うんですよね。今回はそのやっていけないことだったと思ってます。本当に反省します。もう20年ぐらいは乗らないと思いますね。なんでかっていうとね、しっかりサービスに合った人間ではないのでね、まだまだね。うん、罰当たりなことをしたなというふうにね、猛反しております。ちょっと申し訳ない気持ちになりながらね、うん、こういうのは罰違いだなぁと思いながらね、体験してたわけなんですけれども。はいはい、これ切符なんですけどね。見てもらったらわかるように、JR 東日本の特急料金、グランクラス料金と北海道での特急料金、グランクラス料金がかかるということでね、だいぶ高くついたわけです。まあ、相変わらずね、ちょっとで、しょっぱなからね、いきなりアクシデントが発生しまして、うん、本当にね、危なかったの、これ。2万3000円がね、飛んでいくとこだった、ほんまに危なかったけど、まあそういう様子もね、まあちょっと一応撮ってるので、まあ VTR としてね、見ていこうかなというふうに思っております。それでは、そう。急げ急げ急げ。やばい。いや間に合うんかいって思う人もね多いと思うんでね、ちょっと説明させてください。はい、これね写真ね、41分に乗らないとこれも絶対間に合わないの。これ乗らないと11時8分のグランクラスこれ間に合いませんからね。絶対41分に乗らないといけない。でも徒歩16分かかるんですね。おかげさまでホテル離れてるんでね、ありがとうございます。だからね、起きるのにね、フロントの人にちょっとすいませんけどタクシー呼んでもらえますかって言ってね、急いで電話して、タクシーをなんとか乗りつけてもらってね、本当にこれ間に合った。危なかったんですよ結構ね。うん、リアルに危なかったかな。危なすぎて動画撮ってなかったね、逆にね。にしても鼻が長いですね。この E5 系新幹線。何回か乗ったことあると思うんですけどね。それでも大宮までなんですよね。グランクラス。まだの間隔がね、広いですよね。でも案の定ね、この1両目行ったらね、ちょっとアテンダントさんがいるじゃないですか。うん、ちょっと恥ずかしいからね。僕たちそういうコミュ障なんでできませんので、まあグリーン車の方から。まあグリーン車だけでもね、もう僕たちが乗るようなところじゃないけどね。それでもまあグリーン車、とりあえずグリーン車のこう後ろの方から攻めていこうと。そういうことですよ。ちょっとね、恥ずかしいからね。はい。ということでね、E5 系のこれ、グランクラスの乗車です。で、1個目のドアが開いたら、これまた、もう1個ドアがあってね、ああ、これなんか、重厚な空間だなと思って。もう、広いですよね。なんか、マッサージチェアみたいなね、これ、ほんと言っちゃ悪いですけどね。本当に申し訳ないです、本当に。いいですよね、マッサージコーナーね。でも、乗客が全員社長。これマジで。もう、みんな社長。ほんまに、これ。嘘じゃないから。もうなんか、そういう感じがしましたね。もう居心地がね、今言っちゃ悪いですけど、なんかちょっと逆に悪いんですよね。いい意味でね。でも、お芝居もなんでお前あったかいんやと思ってね、どうやって温めてるんでしょうね。これ不思議でなりません。で、それからこれシートサービス。まあ、これはね、まああること分かってたんでね、そんなに驚きはしませんでしたけど、それでもね、ああ、来たかという感じで。もうメニュー見てるだけでも満腹なんですよ。本当になんかおもてなしされてる感が出ない。いや、これ場違いやと思ってね。そうや、場違いやと思って。アルコール飲めたりね、これいろいろ書いてありますけどね。和洋食がね、確か、間違えた。和軽食が確か売り切れだったんですよね。だから洋軽食になったということで。でね、これはね、デザートですね。この桃を使ったね、ケーキ美味しかったですよ、本当にね。あとおかきもね、後で食べましたけどね、美味しかったです。
で、こう、パッと空間見てもね、あ、そうか、グランクラスなんだ、ここは、と思ってね。足がこれもうね、僕一回ね、ありがたいことにビジネスクラスにね、一回飛行機に乗ったことあるんですね、国際線のね。もう本当にね、それと一緒でしたね。足が伸ばせるっていうのでね。こうやってね、車内を探検してみてね、グリーン車もうこれ十分ですよね。もう本当にこれ広いんやな、やっぱグリーン車と思ってね、普通車見てからでしたから。でもそれでも、あ、やっぱりこれ全然違うと。はい。いや、トンネル内に入ってね、本当に油断してね、寝てましたね。もう熟睡という感じでね、いい眠りでした。さすがって感じでしたね。そう、これ見てもらってもね、北海道新幹線という風に切り替わっててね、あ、北海道に来たんだっていうね、実感が湧くわけですね。もうそろそろね、これ終点に差し掛かってきて、ちょっとね、僕思ったのは、この柵がちょっと高いんじゃないかなと思ってね。いや、えげつない。やっぱりね、この、あれですね、サービスの本質ってやっぱ静粛性、静かな、快適なところっていうか、そういうところがあると思うんですね、やっぱり、まだまだ達してない。次乗る時にはね、似合うようなね、人になるようにね、頑張らないといけないというふうに思います。ということでね、これあっという間のね、2時間半でした。これアテンダントさんに挨拶をしてね、降りていくわけです。新函館北斗駅に到着です。本当にね、もうパッと一歩目踏み出した瞬間からね、あ、もう空気が美味しいんですよね、冷たくて。これはもう行ってみないとわからないと思います。なんでしょうかね、この線路がもう続いてないわけですよね。いや、それを見て、あ、ちょっとこうロマンを感じるわけです。で、あと話伺いますけどね、北海道で地震がありましたよね。またそれについてちょっと概要欄にね、書いておくので、読んでいただけたら嬉しいと思います。で、こうやってダラダラ撮影してるから、これ、スーパーホークと乗り遅れちゃうわ。もうこれ並びそびれてね、もちろん僕たち自由席なんで。これも、えらいことですよ。登別までね、だいたい1時間弱かな。ずっとこれ荷物棚の前で過ごすって、もう天国から地獄ですよね。はい。本当にね、これはひどかった。もう映像終わっちゃった。だからね、またこれからね、また北海道旅行をしましたんでね、その様子を動画にして、上げていきますので、もしよかったらね、見ていただけたら嬉しいと思います。はい、それではありがとうございました。はい、ありがとうございました。